演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちらドミノピザのコンソメポテト、チリポテト、バターソースポテトを食べたいと思います。もうどれがどれだか分かんないんですけど、まあ色である程度予想はできるかもしれませんが、食べてみたか分かんないですね。でもこれも美味しそうです。通常のフライドポテトは。ではまず一番シンプルな色付けのこちらのポテトからいただきます。何なのかな、これ。ホクホクのジャガイモはどのフレーバーも合います。でも一番のお気に入り、以前食べた普通のポテトの味はシンプルでホクホクして美味しかったんですが、最初に食べたのはバターポテトですね。バターの香りが噛んだ瞬間に口の中でポテトのホクホク食感のところに広がってきました。他にはない味わいでしたね。そして2つ目のコンソメポテトにつきましては、よくポテトチップスなんかでよくあるようなあのコンソメの風味で、シンプルですけど美味しかったですね。最後のチリポテトはそこまでガラ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 っていうのではなくって、それほど程よい刺激で食欲を刺激してくれました。変化をつけられるといいですね。というわけで点数はいずれもこちらとさせていただきます。どれも美味しかったですからね。違うフレーバーも出ないのかな。林間学校、少年なので楽しけり、少年時代の素敵な思い出になるといいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。